かけに来たい方ね、かけに来たい方、これ乗っかんなくていいですからね。いや、これやばいな、これはちょっと君ちょっと君やばい、これまずいな、これは先生今こそなんかもう勝てる気がしないで、なんかなんだろうな、なんかあんま勝っても勝ったって気になんないけど、負けた時にうわ負けたって気になる、なんだこれは。フォースを布教する時ではないでしょうか。いやこれロア一番で引き取りか、わら。フォロア君アホですね、こいつら。ロア君、行きなさいこれ、これよ、上限で、上限で、これ、帯は俺の仕込みだったら、これマジ詐欺だろ。いやこれ帯は俺、これ帯は俺と繋がったらマジ詐欺だろこれ。いやこれ帯は、帯はこれ仕込みすぎんだろこれ。いやこれは帯はさん、ドアさんを攻撃していく。帯はさん、まさか裏切るという、まさかの裏切りか、これは。どうなんだ、いや分からない。勝てば、俺が勝てば裏切りだが、俺が負ければもう最高の刑事ですからね。これは難しいですね。ダイスの目によって裏切りか刑事か変わるという私のボスも。いやこの劇、いやオビちゃん分かっとるな、いやオビちゃん分かってるな、臆せず行きなさい先生のお手本なさぎりみたい。いやロア君、いやオビワン劇場渋いなこれ、上限で行きなさい。ここは私ではダメなんです。なるほど、なるほどね。いやこれはちょっと皆さん、ちょっと受けますね。あなたが救うのです。あれこれ、あれこれはビビってんのか、あれこれは。いやーなんかここなんか皆さんなすりつき合ってますね。皆さん邪教ですかこれは。あれなんかこれ、あれ邪教的な感じですかこれ。あれこれ邪教的な、あれ、おや、さあじゃあもう無視しよう。あ、皆さんここと関係ないお客様いらっしゃいませんか。あ、皆さんここと関係ないお客様どうぞね、もうこの無視していいですから。お客様いかがでございましょうか。さあ皆様、ここと関係ないね、このインチキ野郎たちと関係ない方々いらっしゃいませんでしょうか。でも上限はね、ちょっと気合い入りますよ。しかし最近の俺の目ひどいな。9、21、56、9、20。おい9と21、おフィクサーしか出てねえぞお前ら。おいどうなってんだ俺。おいフィクサーちょっと8、21、56、マジで呪いだろこれ。ここに100出るけど9、21、18、9。おいちょ見てくれ、おい3投目9、3投目9、3投目、何これ、いやマジ3投目8、3投目9、3投目9、3投目2、3投目29。もうどうなってんだお前。おい50以上出てねえぞマジで。おいどうなってんだこれ本当に。いやマジで、いや3投目の呪い怖くね。3回裏の攻撃がやばい。いやマジで、全財産、わら、ボスの力かな、わら、これがボスの力か。いや、3投目がマジで出てね、なんだこれ。さあ、皆様、いかがでございましょうか。さあ、皆様、こちら、深夜を、回ってまいりまして、絶好のダイスタイム。さあ、皆様ね、一緒に遊んだお友達も、明日早いから寝るわということでね、絶好の、一人で遊びに来る最高のダイスタイムの時間がやってまいりました。さあ、わかりました。お、呪いだ。おや、これは社長もフォースの力を使うんだ。いや俺もちょっと、
おや、いや、これはね、あのな、このこのあの方々が作られたあれをラグズ大事にしたいんで、今日再起しそうだ。フォースを感じなさい先生。僕は世界をフォースで救ってみせる。いや、これはなるほどね。また来たわら。行くさ、黒幕かよわら。ここで上限は最高だぞ。なんだよこの茶番わら。お祓え、ボスに紛らわれしろわ。よし、これ3投目、1桁が出る呪いは解けた。帰り道頼みます。うわ、こいつマジだ。やばい、金が来たわら。そんな破壊したんか。ラグジンに持ってってもらおうと思ってたら希望が消えたな。こいつマジで、ま、あ、こいつマジだ。あ、こいつマジで来たな、こいつ。なるほどね。お祓いミスしてたから無理だね、わら。頑張ってください、キター。これは来ましたね、皆さん。どう、頑張れ。これは来ましたね。フラグ来たー。これは来ましたね。これは来ましたね。はい、これライトニング、ライトニングフォース。あ、あ、あ、ご飯食べ終わりました。これさ、おかしいでしょ、これ。何これ、これ茶番。オビワンマジで許さない。どう思いますか。6000万ずつ出してると思います。だからオビワンも超ドキドキしてます。おかしいだろ。闇を超えました。お前これやばいから。神ですね。さからのやばいよな、これ。この負け方てか最初にやばくない、これ。父さん、勝てば2億4千万。いや、勝てば2億4千万だった戦い。勝てば2億4千万。ネビウスさん、いらっしゃい。はい、いらっしゃい。いや、これはかなり緊張走る。これはマジで緊張、これはマジで緊張走ります。いや、これはマジで緊張走ります。いや、これ超面白かった。昨日これ面白いと思うんだけど。8とか8とかられてるでしょ、これ。神ですね。ひどいから、これやった。俺の三刀、やった。三刀の呪いが、三刀の呪いがいった。ちょ、マジ、いや、ここは油断ならねえ。ビックさんは強すぎるから、これ目が。いや、マジマジ、これは油断ならねえ。いや、俺怖い怖い、これは怖い。いや、これはここで油断さしといて、これ。いや、皆様、長き闇を超えました。皆さん、長き、詐欺師オビワンを許すな。詐欺師オビワンを許すな、マジで。さあ、皆様、84ポイント差です。これクソ笑ったよ。84ポイント差からの。先生、ホースお願いします。さあ、皆さん、いや、これは皆さん許しましょう。劇団の長めの演出許しましょう。なんせ1億2千万です。あの、私のこのインチキジャギョーどもの、私のちょっと見解言っていいですか。皆さん、私の見解言っていいですか。あの、オビワン妙に考えてほしいと思います。あの、皆さん、私、オビワン君の話し合い、裏フレジャーで話し合いして6000万ずつ出してると思います。出してないんだよ。どう思いますか。俺の金全部だ。6000万ずつ出してると思います。1億3200万。だからオビワンも超ドキドキしてみてます。もうここで、ね、もう絶対もう6000万ずつ出してると思います、皆さん。どう思います。オビワンも超ドキドキしながら、おい、なるほどね。ここで51はそうでもないですね。破滅した。1は仮面。87から。いや、ロアよく考えたら、ロア郵便行ってねえから、オビちゃん郵便行って破滅するから、もう破滅まで飛ばすか。あ、飛ばしすぎた。皆さん、
飛ばしすぎた。今日一強いです。92、87、94。もう早々猛徳並みに強いです。あっぴーちゅーねー。なんなんこのアビー、あれなんか負けてるもん。ここか、信じよう。失礼いたしました。うるさ。アッピーチューネー。汚ねえアビだな。155ポイント差ですね。しかも皆さん、皆さん強威強いです。皆さんフィクサー強威強いです。92、87、94。強威強いです。強威強いです。92、87、94。もう早々猛徳並みに強いです。やばいです。さあ皆さん、言ってねえよ、ふざけんなよマジで。いや、帯は1億ぐらい買って逃げたから。舐めてるから。俺だけ破滅した。いや、今日はあの夜からです、仕事。今日また18時半から仕事なんで、それまで放送しようと思います。ドラクエやるか、やろう。あ、というわけで皆さん、ちょっと待ってね。ドア破産したの？ダンマ893丁目買ったよ。ね。10ですか？あ、戻りました。ですね、ちょドラクエを起動しよう。ブルルン。あ、バージョンアップか。そういえばさ、あれだよね。ヒルズみんなどうでした？ヒルズ、まあ僕のことは置いといて、ヒルズはどうでしたか皆さん。ヤクザ買ったの。へえ、ランマおめでとう。顔出しタグ外せよ。たまにしてるから別にいいじゃん。別にたまにしてるから嘘じゃないからいいもん。今日はしないけど。今日はしないけど。別にしてもいいけど。する必要もなくね、別に。結構売れたらいいね、笑。半分ぐらい売れてるらしいよ。マコツです。マコツでーす、いらっしゃい。マコツ YouTube から、今日も言ってたサラダチキン買ったらうまいね。いや、俺が言ってたわけじゃないんですけど、サラダチキン食べたんですけど、普通に美味しかったです。はい、和骨いらっしゃい、ゲストさん。ですね、まあ、いろいろあったんですけど、ね、2万人突破して、まあ、延長も無料になったんで、やっぱ皆さんのおかげなんでね、やっぱリスナーさんのおかげなんで、まあ、ドラクエ10でね、なんか企画をしようかなと思った時に、やっぱりまあ還元かな、やっぱ。まあ、皆様にちょっとなんか、プレゼント、考えてます。はい、あとまあちょっとね、一個企画、まあ、誰もやったことない企画を考えてるんですけど、多分かつて誰もやってない、かつて誰もやってない、そのまあオリジナル企画なんですよね。まあ僕パクリの帝王と言われてるんですけど、巷では、まあ、パクリでもない新しいね。アストルティアラリーはしないんですけど、ポッポ錬金いや、懐かしいな、ポッポ錬金とか。まあ、かつて誰もやったことないちょっと企画なんですけど、そちらと、まあ、いつもの、あのバシッコロアちゃんっていう、まあ、これも結構さ、俺が考えたと思うんだけどね、多分最初にやったの僕だと思うんですけど、まあ、まったりちょっとレベル上げかなんかしながら、ちょ、お金が。ちょ、バレた。ちょ、破産したはずなのになんか持ってる3000万。3000万あることがバレてしまった？さあ。楽
今日じゃないよ、17日だよ。なんかさ、これ全然やってない、全然入れてなかったからちょっとまとめて入れたんだけど。あ、これ超元気玉すげえもらえるんだけど、これまだ入れてなかった俺、プレゼント呪文。超元気玉すげえ配られてんだね。いつのだよ超パーティー仮面とか。いつのだよ。いやーまあね、飾るかこの絵を。他になんかもう一個ぐらい企画やりたいな。企画3つぐらいやりたいな。おお、悲しい音楽。どこに飾ろうかな。ここかやっぱ。でもこの辺に飾ろうかな。あ、家具置けない。なんか外さないとな。いらない家具がないんだよな。あ、でも椅子取りゲーム、いや椅子。あーでも椅子取りゲームやるみんなで。でもさ、これ入れるかな、リスナー全員。椅子取りゲームしてもいいけど、100人とかもし来たら時にさ、無理じゃないかな。多分聖女できないよな。あ、まあ謎解き系ですね。謎解き系で1個考えてます。謎解き系1個、謎解き系で考えております。で、もう一個がバシッコ。いや、鬼ごっこもね、多分ね、人数が多すぎて無理なんだよね、鬼ごっこ企画も。ということで、やっぱバシッコならなんとかなるかなというところであります。バシッコを3回できるようになったから、これ3回。3回で、あの2箇所ずつやるから、6人に当たるっていう企画なんですけど、それだったら、そうですね。はい。で、まあ、1個謎解きで、まあ6人。あ、それですね。そういう系のやつを1個やります。あれ、同じやつでもいいんだったら、同じやつでいいんだったら、それと、いや、まあでもちょっと、どうしようかな。悩むな。まだ今企画っていうか、もう日付はもう決めちゃおうと思って、今日、まあちょっと準備もしてたんだけど、その新しい企画に、最近こういうのやってなかったんで、ちょっとやろうかなと思って。僕もまあ最近ダイスかさ、ダークキングしかやってないしさ、ちょっとなんかまあ2万人も超えてね、ダークキングのおかげで。まあで僕、あーごめん間違えてる、日付間違えてる、18日だ、ごめんこれ日付ミスってる、18日だ、18ですね。9月18日にやります。で、今月からちょっと日曜日が僕休みになったんで、その日曜日を使ってやろうかなと思って。1個片付けるか。あ、確かに使うものいっぱいいらねえな俺。あ、間違えた。まあ家でやる企画は無理だろうね多分。家でやる企画は多分無理だな、入りきんないと思うな。多分結構来ると思うんだ。まあまあ、あ、いいね、すげえかっこいい。いいね、わすげえ、めっちゃいいな。
あ、すげえいいじゃん。へえ、いいね。で、また間違えてんだけど、25はチームイベント、あ、合ってた、25日がチームイベントで、日曜日をなんかそのイベントにしようかなと思って。あともう一個だよな、まあ古代オルセコ行った時、あれ夏、あれやったよな。だからさ、結構あれ良かったかな、あの企画は。あの企画誰もやってないでしょ別に。ああいう感じで一個考えてる。ただちょっとネタバレしちゃうと、ちょっとネタバレができない企画なんで、そのまだちょっと当日に詳細を発表ということで、まあ多分1億ぐらいかな、還元。みんなもらって嬉しいものってやっぱゴールドですか？あとそれだよな、もらって嬉しいものだよね、みんなが。結局のところ武器が嬉しい、やっぱ。まあでも防御はもう来ちゃうじゃないですか、まあ、武器で考えてるんですけど今。それとかやっぱダークキングで使えるやつとかですかね、やっぱダクキンで使える装備とか。いいかやら、何でも買える。まあまあ金だよな、まあ金か、やっぱお金の方がいい、やっぱ。あと賢者これレベル上げしていいな。で次の出荷枠はちょ道具使いでやる予定だから、ちょ宝珠入れ替えるか。宝珠の入れ替えしながらレベル上げ、 OK、 そうしよう。あと日替わり討伐やろう。炎の領海のあのやつってさ、結構レベル上げできる？炎の領海のなんか討伐クエストってあるじゃないですか、これやってないんだけど、あれってなんかある？やったらいいこと。遠投が有効になっています。遠投したくないときはご注意ください。ある感じ。スキルブック、あ、スキルブックもらえんの？え、スキルブックもらえ、全部やったらスキルブックですか？やりたいんだけどそれ。おはようです、運できるよ。あ、あと俺ぬいぐるみだ、エステラにぬいぐるみ渡してないわ。それ渡したら1個もらえるんだったっけ、なんでもいいから。もらえんだっけ？スキルブック全部で3冊もらえる。妖怪討伐は結構時間かかるで、妖怪5つに1個。それやりたいな。スキルブックがもらえるんだってやる価値はあるでしょう。経験値すげえもらえる？それともそんなにでもない？ドアさんこんにちは。こんにちは。収納まであと5分になりました。妖怪1つ目と延長しました。延長に成功しました。F5起動してプレイヤーを更新するように主に教えてあげてください。経験値50万くらい。なるわけと YouTuber にならんか？誰だよ。誰だよ。結構もらえる。それやろうかな。次もらえる。ドアさんおはよう。おはよう。それやりたいな。だが一緒にやる人いない。一人でやるの寂しくない。あ、これ使っとこう。よし。で、結局レベル上げたいんだよね。俺の。特訓、あ、バレた。という皆さん、3億あるんで、別に還元企画やるんで、このお金使ってちょっとバレちゃった感じなんですけど、まあ昨日1億3000万負けたけど、まだこんだけあるんで全然。はい、こちらであの還元企画させていただきますので、よかったら。破産するわけないじゃないですか皆さん。破産するわけないじゃないですかね、みんな。だって夏犬さんから9億もらったんだからさ、その簡単に破産しないよね。ナッツマネーがあるからさ、僕には。
夏犬さんからいただいたんで、やっぱりまあそう簡単には破産しないよ。もうテスト開始になれてる。夏犬さんあれからライフ勝負したの、来てない。夏犬を返せ。決勝開始め？あ、本当だ。2900まで上がってるな。あれじゃない、就活じゃないの、わかんないけど。戦士、戦士。バトがいいな。討伐やるなら。バトで。延長しました。延長に成功しました。で、動きをしてプレイヤーを更新するように主に教えてあげてください。日曜日やりますら、再来週ですね、再来週。ちょっと来週はちょっと俺、来週の日曜日は僕スラムダンクをあの漫画喫茶に読みに行くっていうイベントがあるんで、僕の中でイベントがあるんで、日曜日は来週、再来週で、再来週は空いてるから再来週やろうかなっていう。埋蔵量がすごいからね、すぐ下がるよ。でもう一回来る波が最強らしい。いや絶対最強じゃないよね。やめた。ネタバレいい、いないけど。ちょっと待ってね。バトマス。ゆり姫さん借りよう。ゆり姫。オッケー。上昇性転倒の可能性もある。そうか。もう賢者とかやってないわ全然。で、まとして食って、配信来た。ちょっと待ってよ。え、元気玉。言ってくれると坂道を寄ってるな。強戦士。ちょ、試練のもん行ってくる。まあ、まったり雑談でもしようかなって思います。ちょっと、まあ、雑談放送なんですけど。いやー、バージョンアップまでちょっとこの期間な、1ヶ月ぐらいな。まあそのイベントやりつつ、スライムレースすげえ楽しみにしてんだけど。学園は期待してない。けどやだ、ドワーフで行けないじゃん。だってドワーフで行けないからやだよ、期待してない。なんで装備がないの？杖持ってないんだけど。ダークスターを使える。人間見せろ。人間やだよ、人間は。あ、いいね、強いじゃん。ブーメラン賢者とかブメ賢者とか渋いな。人間嫌なんだけど。嫌じゃない、みんな人間姿。どう？姫ちゃんって種族なんなの？エルフ？ちょっと待って、杖取るわ。装備もしてねえじゃねえかよ。チョコバラ装備取ろう。タイマー。わざわざ高く選んでるやつは人間なんて興味ないだろうな。キッズだったからバージョンにくらいで作り直したわ。いや人間嫌なんだけど、マジで。やだ、絶対人間になりたくないんだけど。嫌なんだけど。
嫌じゃね、普通に考えて。コウマあった、コウマの精霊王とかあんのかな。上もコウマ持ってたと思うんだけどな、どっか行ったな。懐かしいな、重さとか。人間は必要時代になりたくない。だよね、みんな、俺それ反対なんだけど。お、なんかあった。あれ、なんかある。あ、これ夏犬マネーのあれだ、遺産だ。遺産があった。ナッツマネーの遺産があったぞ、なんか。倉庫の中に。これかな。あ、違う。精霊王の上。タイマでもいいか。いいよ、だったらね。遺産って、わらわら、もっと種族増えないかな。いや、もう増えないでしょう。夏犬の塊やな。増えんでしょう、多分。でみんな増えなくない、もうこれ以上種族増えるの。あったあったあった、よし、コウマ、コウマ、グレンザン、ワゴズです、いらっしゃい。いやさ、このさ、やってないことをやろうかなって思って、全然、まあ、まったり雑談しながらさ。蛇術王の杖がないんだけど、どこにも。あれ、あ、万物ルテンだ、思ってねえわ。装備ちゃんとやろう。コーマ装備ね、腕、重さ、重さ、まあいいや。あいつやってるよ、あいつやってるよ、悪いことしてるよ、やっぱり。夏犬だけは許すな。待って、これだな。ロザリオ、セルケット、あ、これ完成したんだ、セルケットアンク、いいね。あとは先人のベルトだな。なんでこんなゴミ装備しかないんだろうな。あ、そうだ、あと俺やってない、二国と三国やってないんだよ、まだ今月。やばい、あと1週間ぐらいしかないな。まずいね、ちょっと。それはまずい。あ、あとあれやりたい、みんな。魔人やりたい。魔人の勲章をね、作りたいんだけど、どうですかね。魔人の勲章回したい人いませんか、おごりで。行きたい人いないかな、魔人の勲章行きたいよって人いたら、それ回したいんだけどな、放送でやるなら。おらんかな、そんなやつ。これかな、どれやったっけ。無知、無敵剣、あれ？おごりです。あれ？あれれ？ちょ待って。あのベルトが消えた。俺の最強ベルトが消えた。つかこれやばいんだけど。これやばくない？マジで。やばいな。やってなさすぎでしょ、バラモス。なんだこれ、クソゴミじゃん。やばい、プラスチックで。やばいな。わらわら、あれ、わら、あら、ないんだけど。最強先人ベルトが消えた。占い師はこんないるから。占い師でこうまでそんなに関係ある？そんな関係あります？これか。あ、これこれこれ、あったあった。
そんなに。よし、これでドルマド上がった。550ぐらいまでは結構変わるよ。コーマが572。あ、強いね。コーマ572強いな。強いね。これで最強。魔人行くか。魔人行くか。550ぐらいまで結構変わる。みんな占い師の装備はさ、それ持ってるの？え、持ってるの？じゃあみんな、弱っ。エーペチとはあんま変わんねえ。なるほど。俺全然魔法使いやらないんだけど、そういえば。それ全然魔法使いやらないな、俺。あ、レベル上がった。やった。あと一色だ。やったぜ。おー、ついにここまで来た。いやー、みんなついにここまで来ましたよ。僕のレベルも。やったな。来たな。もしかしてこれから特訓？わら、長かったな。あー、長いな。でさ、あとさ、あれあるじゃん。特訓で一番効率がいいのって何ですか？いや、破産してない。いや、昨日気合張ったギャグやっただけで。メタスラが一番いいの、結局。それが本当なの？え、他ないの？他はないんですか？あれは？ペアチケットが一番いいって聞いたんだけど。ペアチケットがいいって聞いたんだけど。そう、それそれそれ。メタル迷宮券がいいって聞いたんだけど、それダメなんですか？それをリスナーから買うみたいな、ダメ。その金の力で。それどうなん？金の力でペアチケットから、それどんぐらい入る？それどんぐらい入る？それがいいって一番いいって聞いたんだけど、マジ？それやっていい？500？500 も入んの？そう、いいじゃん。え、よくね、それ。それやる？あー、てか間違えた。これ出ないと。転職してなかった。それやりたいんだけど。あと俺もペアチケット持ってるから。それやろう、やろう。ちょっとそれね、普段やらない職がいい。特訓こんなんなんだけど、どれがいい？ブーメランの職業はそれでできるじゃん。何これ、パラディンとかがいい？普段やらないやつがいいよな。あげるなら武闘家。あ、武闘家？でも武闘家はあれ、王家の迷宮でやってんだよね。やらない職だな。旅芸人とか絶対やらないな。旅芸人絶対やんないな。髪を染めないとやらんってよくない。魔人の王子になれば3日瞬間で済むぞ。ジャム前何払いランドインパクト。あれ、これ転職できないの？メタル迷宮なら羽根なんでもいいからな。ペアチケを用意のは無理だけど。武闘は相手の筋が腐る。ペアなら組じゃなくていい。
ペア迷宮券って行かない誰か。ペア迷宮券持ち寄り行かない。それであげるわ、もう。ねえねえ、メタル。招待チケットだったっけ？どれ？ちょっと待って。メタル。あれ？ペアチケットの方。これじゃないの？ペアチケットだっけ？え？あれ？あれ、俺、あれ、ワルボーの。ワル、いや、だってさ、やることがいっぱいある。で、ワルボーのさ、ルーレットがあったじゃん。いや、あれ、当てたって、俺。なんでないの？あれ？いや、当てたの、俺は。当てた、絶対当ててる。ぜ、あれ？送ってないのかな？あ、ツールで送ってない、送ってない系かな？送ってない系ですかね。あ、送ってない系だ。あ、多分送ってない。やることいっぱいある。やることやるよ。やれるなら、ロアだよ。非、ロアだよ。ね、牧場だったっけ？牧場だっけ？ないならないで買えばいいけどな。マザー牧場に行こう。やべえ。ねえ、モンスターバトルロードもやらないといけないんだけど、俺。そういえば。で、あ、しかもワルボールーレットやるわ。ワルボールーレットやるわ。ワルボールーレット回す。豪華景品が揃ってるぞ。いいねえ。回す？これやり直せるんだっけ、一回だけ。ちょ、メタルチケット来い。来い、来い、来い、来い。来いよ。メタルチケット来いよ。おー、葉っぱ！いらない！引き直そう。葉っぱになった。ちょ、待って。引き直し？画面出さないってマジ？出せないもん。今だ！頼むぞ。よっと来た！しゃーはーよし！え？あれ？え、メタルチケット。あれ？ここは取材記録、失う瞬間が見える放送ですか？あれ？メタルチケット…あれ？あ、え？え？わらわら、え？嘘でしょ？そんなバカな、そんなバカな、逆なんだよな。え？反対側…反対側だった。これどうやって送るの？あ、倉庫ってあるわ。倉庫あったあった、ほら。ハッピーハート。メタル招待。メタルチケットはいいや。はい。あの、相場いくつぐらい？ねえねえ。あ、うるせえよ。ちょ、待って。だ、ね、誰かメタルペアチケット売ってくれ、売ってくれませんか？いくらですかね？あれって相場いくら？ちょ、スーパースターで行くわ。いやいや、そんなしないでしょう。いや、絶対しない。そんなしないよ、絶対。絶対しない。相場分かれている。相場分かれている。売ってくれる人いませんか？ほら、ペア招待券。じゃあドロシーの前で待ってるわ。売ってくれる人、ドロシーの前で。あるかな、売り。この時間なくない？メタルペアチケット。絶対嘘。そんなしない。そんなしないやろ。
かそんな売りなくない、まず。売り物を広げた方がいいよ。安いな。よ、昨日お前浴びったの？浴びった。夜だったら売るよ。本当は15くらい。あ、売りあるわ。今あった。マジ最初15くらいかね。9枚で80万だよ、お前ら。おう、顔9枚も売ってくれるやついる。 9枚売りがあるんだけど。9枚売り80万あるぞ。あれどこだ、あ、どこ、あれ、き、階段って書いてあるけど、どこだ。駅階段なのにいないんだけど、いないんだけど、いないんだけど、でもその人いない、いない。そしてあれ、じゃあ待って、どこだ。駅の階段って書いてあるくせに駅の階段にいないんだけど、いないぞそいつ、消えた。嘘でしょ。いやいやいや、そんな早くなんないでしょ。いや見たけどそいつがいない。そいつがいないんだけど。なあ、釣りだったのかな、いないんだが。9枚も売ってくる人いたのに今。絶対そんなわけない。駅階段って書いてあったくせに、なんだ、いないんだろ、駅階段に。埋まったんだろ、ありすぎかも。あー、埋まっちゃったか。階段の下見た、さっきの下だな。もういないんだけど、ほら。なんかいないっすか。ってことは、いや9枚80万ってことは1枚10枚10万ぐらいじゃん。9枚80万、買いだよな。買いだよ。それ安すぎるから、みんな。じゃあ1枚20万で買うんで、皆さん、あ、ここじゃない。間違えた。じゃドロシーの前、21サバドロシーで20万で買うんで1枚。よかったら来てください。買います、20万でメタルペアチケット。うるせえよ、オリビアン許すな、マジで。あいつを、あの詐欺師だけは許すな。上限煽っといて、あ、いや、まだこれスーパースターがレベル上がってないから大丈夫。ペアチケットお願いします。6枚150になる。あ、じゃあ来て。いや、買う。6枚150買います。で、無知って勝手に範囲攻撃になるの？無知って勝手に範囲攻撃になりますか？勝手になる？無知持ってたら。無知あるかな。え？あるか、スキル振ってる？ないんだよ、無知。総理打ちでいいか。すごい、アゲハランブ。質問の意図わからない。え？アゲハランブでいい。え？総理打ちでいいじゃん。千葉尻打ちでいい。え、千葉尻打ちだったらいい？これでいい？あ、総理打ち一体系なんだ。俺全部系かと思ってた。じゃあさ、千葉尻打ちにします。じゃあその、売ってくれる人来て。特訓やるわ。だからね。あった、これスライムウィップ。え？
それめんどくさいじゃん。ブリ空いてるよ、空いてるよ。いやコンちゃん、あいつ許したらあかんからな、絶対に。あいつ自分だけ儲けてさ、人に上限を押し付けて。いやーマジ思ったわけ。なんだよあれ、あのフォースの力信じるなよマジで。しばしり打ち。本当だよ。じゃあこれメタル招待券いってる。行こう。で、ムチとか使うの初めてなんだけど俺。地味にさ。だこれやってる間に来といて。その売る人、150万の人来といてください。乾燥させよう、とりあえず。ちなみに自作だから、ちなみに。メタルメイキュー全く経験使えなかった記憶あるわ、バコツ。バコツいらっしゃい。今日仕事夜からなんで、まあ、まったりやって、昼過ぎぐらいまでやって、あとちょっともう一回寝て、行くか、今日も。さあ、頑張るか。あ、で、アミは明日アビバーやるんで、よかったら遊んでください、僕と。遊んでくださいっておかしいけど。いいよ。おや、めっちゃ入るじゃん、経験値。いや、してない。特訓じゃない。いや、特訓じゃなくてよくない。レベル上げ、まだ。まだレベル上げゾーンに入って。まだレベル上げゾーンなんだけど。でこれ血走り打ちでしょ。血走り打ち。おお気持ちいい。非常に気持ちいいね。いいね。いえんな。おい、いいよこれ。非常に良くない。え、結構かかるこっから。え、メタキンの方がいい感じ。え、マジか。失敗した。え、失敗した感じこれ。え、あ、じゃあその6枚の買う人は特訓でやろうか。あ、じゃあその6枚の売りの人。失敗したな。じゃあその6枚の人は特訓でやろう。ペア迷宮券でやろうか。それでやろう。おい、でもこれさ、入るあれ変わんなくない？気持ちよすぎでしょ。なんだこれ。いつだったっけ。あ、てか なんで俺ミリオンスマイルしなかったの。あ、しても意味ないか、乾燥してるから。この人か。違った。売る人誰これ。ブッチョンって人。売りの人この人。え、そのね、150万で売ってくる人どれだ。どれ、いいねして。150万の人いないってマジ。え、あれ、いないってマジ。あら、ペア迷宮の売りの人いないの。おお、嘘じか。
なんか嘘字な可能性が出てきた。テレレレレレレレ、騙された。その手迷宮行くやつ結構いるんだな。結構いるんだね。僧侶終わってる。用意してんじゃね。うーわ、これ武闘家とか、これ魔法使いまだまだやん。上から順番、お、来た。お、ゆうこちゃん、サバが違うよ。演者がひどい。あれ、これ1サバかこれ。あ、ごめん、1サバだ。ごめん、サバ21じゃなかった。ごめん、2枚でいいよ、買う。ごめん、ごめんなさい、さっき1サバにいた。サバ違いました。すいませんでした。魔法で行こう、魔法で行こう。魔法も無知持てたよね。イエーイ。あれ、サポート仲間。フレンドにならないとダメなの。ちげえよ、2枚だったら40万だね。50万でいっか。あとで。で、これ待って。リーダーにしないといけないの、これ。あ、OK。これでいい？なったなった。お、ゆうこちゃんってエッチ？エッチ？特訓の元気玉使うから待ってね。あるあるある。持ってる。あっ！忘れてる。これ出れないの？ゆうこちゃん出よう。出れるこれ？大丈夫？10分間？あー、忘れてきたんだけど。ダメ、ふざけ。まあいい、一瞬はもうしょうがない。一瞬はしょうがない。一瞬はしょうがない。もういい、一瞬はしょうがない。もう普通にやろう。一回諦めだな。じゃ、特訓だ。なんで最後も確認不足。思ってると思ってた。持ってると思ってた。え、そんな技できんの？え、技できんの？え、ちょっと待って、それできる？え、そんな技できんの？え、それできる？そんな裏技みたいなことできるんすか？できない。おい、嘘字かよ。いいよ。これどんぐらいもらえんの？メタルブラザー、ブラザーは何個これ？あ、すげえ、結構もらえるね。ほい、これ結構もらえるくない？まあまあもらえんじゃん。多
いでしょ。まったり楽しそうやな、わら。多い、多いくない？ログアウト、回線落ち、手つき待ちになるならアイテム取りに行けるよ。特訓なしだからね。あ、元気ないからか、特訓元気じゃないからな。いいよ。アゲハランブが良かったけど、本当は賢いやついたな。そんななんかせこいことしないよ。ずるいことしねえよ。だね。あ、しかもいや持ち物いっぱいだから無理だね。あと。7568個。これみんなこんなすぐこんなやったの？ここつけてみててくんの？ログアウトするみたいなのを外向けなくて済むかも。いらないのしててログアウトすればいいじゃない。あ、そうか。いやもういいよ、終わったから。しょうがないでしょ。この女の子食いまくってるそうだな。お前すごい妄想だな。やばいな、ニートの妄想怖いんだけど。すごくない？その妄想。マジかよ、すごいな。童貞の妄想怖いんだけど。童貞ニートの童貞ニートのさ妄想やばい。逃げたじゃん。マジで？大手の主運びだから。怖いよな、そんなこと言われたの初めてだよ。そんなこと言われたの初めてだよ。効果あるけど特訓電池で導かれてもな、わら。一回出るぞ。マジで食いまくってるよ。童貞が女を食いまくってんの？すごいな。いや俺もそんなことしたいんだけどできないんだよな。それができちできたらな、苦労しないんだけどな。僕もを食いまくるっていう表現が良くなくない？まずその表現は良くないよ君。確かに彼女は欲しいと思うんだけど、さ食いまくるとかいらなくない？そんなやるためだけみたいな感じなの？その食いまくるって。何もないけどね俺、本当に僕は何もないですけど。ねえ、あ！間違えた、もう使ってないじゃん。ちょっと。女性自身の奴は童貞にも嫌われるので健康症かな、わら。そうだよ、関係ないから認めろ。
30。60かな。あのブラザーになっちゃうけど。相手が特訓じゃなくてよかったな。わらわら、全般開始。しばしり打ち A な。歌い手放送はやらんの。いや僕 CD デビューしてるんで、皆さん歌い手とかじゃないんで、僕悩んで CD 作ったんで、もう歌い手なんです。すでに歌い手です。ゆうせい、おはよう。おはよう。あれ本名で呼ぶのやめてな。え、CD 買いました。本当ですか。誰のサブだよ。あー、わかった。誰のサブか分かった。おーい、誰のサブか分かってしまった。誰のサブか分かった。ちょ、笑ったわ。なんだよ、やべ、誰のサブか分かった。もう一人しかいないわ、このサブ。すぐ分かった。あれだな、ミスターアストルティアだな。いや、216個目さん、あの、僕モテるためにニコ生やってるわけじゃないんで。ねえ、皆さん、えい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 、ハグネタお願いします。いいよ、これ全部入るな、倒した分。220個。おー、すげえ早っ。いいね。他に売ってくれる人いますか。よくない。特訓 P どのくらいはいるの。お疲れ様でした。まあまあ入ったんじゃない。バイプッシュしたら開幕当たってちょっと下がって、ひばしりで全部倒せるよ。コンテナに払いすれば全部回収で手数が終わるよ。あ、お金がない。ちょっと待って、お金取ってくる。魔族空間に停戦。いや、特訓終わらせる。順番に終わらしていこう。元気玉持ってきた。元気玉もあるよ。いくらなの。20万ぐらい。25万でいいか。1枚25万で買うか。特訓めっちゃ時間かかるで。時間かかる。やることがありすぎる。どうしよう、やることがありすぎる。スタンプカードもやんないといけない。スタンプカード終わってない。やらない、お宝の写真は。とりあえずお宝の写真に交換。いかない、お宝の写真。俺一回もやったことないんだけど、お宝の写真。何が手に入るん。何が手に入るん。え、何が手に入る。お宝の写真って何、何が手に入るんですか。ゴミとゴミ、メダル、緑の遠近飯、今回は虹の雫、遠近飯、緑25。いらないんだけど。いらなくない。で、あの6枚言ってくれる方いないですかね。お、レモンハルトがいる。地域素材や緑の遠近飯や小さなメダル、弱い遠近飯の字で必要ないしな、面白いぞ。女の子との楽しい時間。
はい、まだか。電気に実際殴ったキングカズをディスっていく。でも放送で見る分には楽しいよね。写真金持ちは傷なんていらないな。報酬抜きでも楽しいよ。3枚あります。昨日の女の子のこと忘れてないだろうな。お、いいよ。100万で、君100万な。君を100万で買うよ。セネドラさん、絶対女の子だな、これ。女の子だな、これ。これは女の子だな、絶対。あー、女の子だ、これ。ブラックマジック、ほら。え、ブラックマジック？え、なんか、行こかーん。いや、主婦かな。主婦か、これ。いや、でもサブだからな。女だったからどうだって話だけどね。ありがとう。いや、いいね、君。特訓元気コメントいいよ。いいよ、そのコメントいいよ。君いいよ、ちょっと。そういうコメント大事だよ。それ教えてくれるコメント？いい？お、よろしく。嘘。いや、いいね、君。セネドラちゃんいいよ。非常によろしい。よろしいよ。一体？大丈夫、できないから大丈夫。彼女なんて。大丈夫だ、君たち。あ、でもね、皆さん、でも、あの、クリスマスが来るじゃないですか。そろそろクリスマスを意識しだす時期だよね。9、10、11、12。行かなくていい。おい。本当か？よ。ブラザー。メタルブラザー。ブラザードもで今か220個あと1回でかな。大体1回500ぐらい入るね。500ぐらい1回で500ぐらい入るよ。これ上手くない。500で1回。ってことは、ってことはだよ、みんな。っていうことはですよ、1回500ということは何周すればこれ全部終わる。はい、計算ぜ。何周すれば100周以上いるね。これ100回以上やらないとダメ。え、500も入る、入らないかな。入るね。え、メタキンだとどうなん。メタキンは
メタキンはどう？480個。え、これメタキンはなんぼなの？ママ、3人集めて300、600だね。まずまずだね。特訓に関しては迷宮でいいんだね。その補充も嫌で。いや、これリムーバーの戦役だから、光だから可能性があるじゃん。メタスラの方がよくね。え、なんでメタスラの方がいいの？メタスラ光れねえよ、笑。いや、だってこれ普通のだってあれ迷宮扱いなんでしょ？メタスラのみ。いや、違うでしょ。いや、いや普通の迷宮扱いじゃないのこれ。だったら出るんじゃないの、いいやつ。メタスラは時間かかる。出ない、笑。え、出ないの？これ、いくらで買ってるの？メタン系はメタン系だから買ってないよ。メタスラは陰謀人がやる。メタン限定補充。ちょっと待って、これいいよ、いいですよ。スマイル用意に当たってみて。トイレいいよ。メタン迷宮は耐震確定だから楽だしな。え、そう、スマイル要員雇ってメタキンだったらどうなん？スマイルメタキンでいくら入るの？切れそうに充電切れたか。バイじゃないの？え、200ってこと？150になるの？200になるの？ミリオンではいくら？ミリオンスマイルしたらどうなるの？またひげ剃りか。150、500はいらん。150、450じゃんそれ。でメタスラのボスだからメタボスチケットでしょ、だからそれで、まあ、ちょっとぐらいで 2体とか出た、 2体とか出ればまあ600とかいくってことね。微妙じゃない？微妙すぎひん。これでよくない？で500、安定して480個。そんな変わんのか。でこれ会心確定だしな。スマイルは 1.3 から 2.0 倍だとよ。あ、幅があるんだ。そう思うときは楽でいいな。こっちのは楽じゃない？全然効率的にもこれでいいやろ。リッチな特訓やな。向こうは見えるからな。で、安定。3人集めるのが大変そう。時間も倍以上かかる。こっちの方が楽そう。だよね、こっちの方がいいよね。マジステッキ、ミリオン。なわけある、たったりスマイル雇って1人1000とっかやりにしろ。え、2人でスマイルしたら、間に入れたら最悪だぞ、笑。マジステッキしたらいいの？なんでどういうこと？マジステッキで魅了を上げるってこと？魅了を上げてミリオンスライムするの？いや、なんか手順を踏むぐらいだったらこれでよくない？いやいや、そんな手順踏むんだったらこれの方がよくない？ごめんない？いいよ。
これでよくない。いや、これ逃げないからいいじゃん、絶対。あ、待って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 、あ、ドッグケーキの方が、あー、まあ、何してんの。幻覚な、お前。お前幻覚。トイレで待たせてあげく、当たる。ダメ。もう幻覚、君。君幻覚。君幻覚ね。ダメ。いや、幻覚。俺当たってないよ、今の。いや、今俺当たってないから。おい、今俺当たってねえからな。幻覚な、君。君幻覚ね。ちょっと。いや、当たってないよ、今俺。いや、俺当たってないよ。嘘。え？嘘でしょ、あれあれあれ、いや、これは、いや、増画化しないよ。あ、でも変わんないからいいや。いや、変わんないからいいや、あれが。いや、あれが変わんないからいいや。次220個でしょ。いや、大丈夫。いや、お、オッケーオッケー。え、大丈夫、お前ら大丈夫。いや、大丈夫。いや、ピ、いや、9000に到達するから関係ない、お前ら。関係ないんだよ、お前ら、ここ。いや、関係なかった。いや、関係ないよ、まず。いや、お前らこれカンストするから関係ねえんだよ、ここ。いや、関係ないの。関係ない。関係ないから。いや、セネドラさん、謝ります。あの、謝罪します。あの、アンクルロアにて謝罪します。あえ、今謝ってた。いや、今の泣き声で謝ったんで。いや、謝ったじゃん、今。いや、今ね、アンクルホーム謝ったから大丈夫。よし、完走した。さあ、完走だ。いいねー。いいよ、9000個。お前、こんな人のことを作ってるよな。セネドラさん、申し訳ありませんでした。ごめんなさい。延長に成功しました。で、動きをしてプレイヤーを更新するように主に教えてあげてください。こういうふざけは良くないぞ。素直に謝っとけ。ごめんなさい。よしユース。さあ、次、次です。大人から見ると素直じゃない。テレレッテッテッテー。レーン。次行こうか、舞踏家だな、次。マジで？え、そんなに厳しいの？本来なら社会に出れないレベルなの？そんなレベル？厳しいね、今日、君たち。もう、手厳しいね、今日、リスナーが。リアリティに欠けますね、ちょっと。いや、リアリティですね。リア、お前ら、お前ら、リアリティがないな、ちょっと。リアリティが。リアリティがねえな。必要だもんな。ワイファも
丈夫。でこれさ、料理は乗らないんですか？料理は乗りませんか？ねえ、乗らないならいいや。ほいみそ堂さんはね、あれだよね、切り口が独特だよね、ブログの。でまるちゃんのみんな最近のまるちゃんの記事で、いやもうなんかね、みんなさ、まるちゃんの記事見たんだけどさ、オーラの肯定が強いですみたいな記事見たんだけどさ、いやお前今更ってちょっと思ったんだけど、あの記事最近ちょっとアンチマルスケなんだけど俺、え今更みたいな記事じゃん。そんな今更すぎる記事すぎすぎひん。ちょっとレグナードに行ったらオーラの肯定が強かったですみたいな、いやクリックしてないそれも、いやなんか、みたいな。全然なんかいい記事だと思わないんだけど、それ今更ってなんない？それは。あ、5000円大事でしょ、わら。マルスケはブログランキングに執着しすぎて、地域記事獲得読者にも小入りさんにも失礼すぎる。炎上商法やからな、ラブナさんのはもっとひどいよ、ブログはライト用やから。しかもどこに公約要素がある、わら。全然把握してろ、わらわら。え、5000円以上する？おしゃれバナー、え、そんなバカな。おしゃれ花高いの知らない？アップ、え、知らん、え、高いのこれ。スライムの花高いんですか？え、お前アビブログやめたの？アビブログやめた。アビブロ？ホイミソどう？いやお前ら金は命より重いって言ってるぞホイミソ。いやホイミソさんも言ってるけど、金は命より重いんだよお前ら。分かったか？ブログランキング2位の人が言ってるぐらいだからね、金は命より重い。あぶね。はい。これ何周した？これで何周したっけ？セネドラさん、これ何周しました？これ。いやーこれ果てしないな。これ防いで1くらいのブムスケ、実力で2くらいのホイミソ、防いしても5くらいのラブナ、わらわら。残り1、はい、お願いします。信じた、ラブナは差し入れ、普通は知らない穴にあれで勝手に溜まってるもんだから。防いってなんだ？定期的に真珠の話が出るけどさ、1日か2日放送しなかっただけでさ、真珠が放送しないってくるんだけどさ、なんだの。いや笑うのがさ、いや真珠がさ1日かさ2日ぐらい放送しなかっただけでさ、真珠がさいなくなっちゃったみたいなさコメントくるよね。なんならそれ。いや普通に忙しいだけだろ。心理損傷、わら。え、うつなの？え、信じてうつなん？え？え、それマジなんすか？うつは怖いな。え、うつなの？なんで？え、なんでわかるの？信じはもうなくなったことになってるよ。病院通ってるし、そうだよ。あ、お前無事。え、病院通ってるの？知らなかった。あ、危ない！危ない。一緒に過ごしたらあれはどう思いますか？笑。元気だったけどな、俺と過ごしてた時は。俺と過ごしてた時は元気だったよ。
いや、シンジがもう帰るって言ったから。してない。あれから何かおかしくなったので、ね、作戦を止めている可能性がある。8000個貯まる。いやでもこれ一番効率いいと思うんだけど、特訓するんだったらこれ一番効率よくない？なんでだよ、俺のせいかよ。これ一番効率よくない？残り1分しかない。まずい。早く。やばい。まずい。1分。110個がかかってる。この1分に110個の特訓がかかってるから。いや、余裕じゃないから。いや、ちょ、早く。大丈夫か？チリるなよ。頼むぞ。遅れたら減額？減額だな、これは。やめろよ。大丈夫か？大丈夫か？やめろよ。お前のせいだろ、わら。あぶなーい！レン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 。余裕だった。余裕だった。おめでとうございます。いいよ。おー、すげえな。めっちゃたまるな。すごい速度でたまっていくんだけど。お金渡す。510個。お、ありがとう。100万、わら。100万、マジ？コロシアムランク B プラスなんだけど。全部黄色にしたら気持ちいいよね。こんだけ成長して100万ならやってられない、わら。でも特訓のさ、このあれの表示にできないの？あれの表示どうやってやんの？この数字の表示にするのどうやってやんの？これ特訓の色だけ転職の時にできる。変換に話す転職ないんじゃね。いや、一覧表みたいな、いや一覧表みたいなのできるじゃん。いや確かさ、このこれからできた気がするんだけど。一覧でやろ。いい、これで変える。強さ。いや、できるって。できた。できた。できた。
は？お前はとか？笑。お前ほんま。は？あ、これか。これか。そう、これ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 。これだな。そこの表示を変えたいってことでしょ。そう。ね、これさ、果てしないんだけど、この舞踏が完走した後から果てしなくない？これ果てしねえな、これ賢者138ってなんなん。やばすぎでしょ、これ。賢者だよ、うめえでしょ、賢者やばくね賢者やべえなんで138って。ねえ、お前無理。これやんなくていいかな。やんなくていいかな、これ。ねえ、これ特訓ってやる必要ある？やる必要ありますこれ。いや、もういいでしょ、もう。やめようぜ、これ。いや、もうやめよう、もう。私全然やってないです。笑。せめて手段を完遂させよう。やんなくていいよ。気がついたら完遂としてるもんやけどな。5マイナス6食したいならやる。2マイナス3食ならやる必要ない。あとでもでも今の間にやっとけって。笑。頻繁に食会ないなら必要ない。お前冒険そんな暇ないしいらないやろ。笑。いらねえな。どうせ毎回全振り直しするから関係ないやろ。笑。そうだね。全振り直しするでしょ。全部振り直しする。やりたい職業のために全振り直しするんだけど、僕の場合。普通にやん。めんどくさいの嫌いだもんね。ならいらん、わら。人だけ93にしてやめよう。転職やったら一部下が180増えるなことはある。徐々に消化していったらいいんじゃないかな。あ、そう、なんで俺今日これやりたかったかっていうと、特訓の元気玉をあれにしたいんだ、結局。そうそうそう、特訓しながら教えてば。そう、この440時間貯めてた理由がそこなんだよな、結局。お前と過去に出た会社職に全速のやつは必要ないな。そう、一色をこの極めるみたいなやり方なんだよね。その法事もそれ用にするから、毎回安定じゃなくて、そのなんか違うんだよな。で、これで、そう、完成としたら次は全身でラブキンスクエバイアン。特化型だね、笑。特化型なら別にやるな。臨機応変に食会たりしないもんね。しない。マッチングするかな、あと。あれ行きたいんだ。ちょ、占い師で行こう。ちょ、二国行きたいんだよ。二国と三国に行きたい。二国と三国に行きたいんですよね。で、あとさ、もういい加減さ、これヘロヘロ機能やめてくんないかな。あとこれなんかさ、2つぐらいパレットがあってさ、こうパターンを変えられるってやりたくない。敵やってんの？邪神の二国と三国終わってないか行きたいんだけど、リスナーさん誰か手伝ってくんない？無理。8人集まるかな。ルーラーストーンね。え？ルーラーストーンってこれ全部だよ、これで。あ、そうだ、翡翠の鍵だ。ねえねえ、翡翠の鍵ってさ、もう1から3国はリスナーを募集しないともらえないだぞ。19個で少ないの？わら、そんな当たり前のようなもんじゃない。ある？翡翠の鍵がある、この中に。もう手前やらないよ、広場でやられる。お、クエストじゃない。ねえ、翡翠の鍵を手に入れたいんだけど。あ、マジで？翡翠は次の鍵の宝箱。あ、ちょ待って、ちょ、翡翠の宝箱欲しいんだけど。今まで取ってないの入れるで。リボン6、多分次だろうな。マイページ戦歴、翡翠の鍵だよ。翡翠コンプしてないとかまじ？わら。スタンプ待ってなくてびっくりした。わら。
ちょ笑うんだけどこれ。ちょっとクソ笑ったんだよ。ちょ笑ったんだけどこの備忘録。俺の冒険備忘録やばくない？やばない？全部黒宝箱取ってないだけなんだけど。宝箱取ってないんだけど。やばない。宝箱取れてないんだけど全部。全部宝箱だわ。あ、これ取りに行こう。先にさ、じゃ先にちょっともう、ちょっとあっピーってやってる前にやることやるよ、やれるなら。ちょやることやるよ、やれるなら。冒険しよう、ちょっと。冒険行こうぜ。てて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 て。冒険行こう。え、種？種ですか？スキルブック。あれ。スキルブック真実に気づいた男高台の兄弟森林エステラ報酬あルーラストーンも見れんだあすげえうえールーラストーンおい最強あと1個じゃんあと1個じゃん種なんだこれこれ果てしないんだけど種がすげえ俺美しそうを入手したことがないんだけど笑った何これ美しそうを俺入手したことすらないんだけどやばくない1個も入手してないんだけどやばいなこれ白いな圧倒的なんかやばいこれバーコードハゲみたいじゃんこれバーコードハゲじゃんこれやばくないバーコード感やばいなこれなんだよこれバーコードハゲじゃん全然やってないな本当にそれでいいかおテリースタンプカードやり込んでると思ったらそうでもなかったみたいな。サブキャラかな。あれ。初めて2ヶ月の初心者の方ですか。クエストリスト。クリア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 。あ全クリしてるじゃん。備忘録が分厚いってマジ。すげえなこれ見やすくなってるねすごい。初心者ですか。見やすくなってるねこれ。すごいねこれ。これで全部あ見れるんだ。すげえちょっと待ってこれすごいなって思ったのがこれ全部見れるんだこれクリアしていないやつを表示できるのやることなくてライフやってたなんて大嘘だったなへえ討伐モンスターリストあ、で、ちょっと邪神の宮殿二国から行きたい人、ちょっと21サーバーに来て。二国行きたい人、2と3だけやって今日終わろうかな。ちょっと疲れたな。全然やってないな。やることいっぱいあるよ。楽しいけど、やりたいことがそんなにないっていう。いや、あとでスパになるよ。二の台何二のお題、なんかその武器縛りだっけ。やりたくはないもんな。今回どこも楽だったよね、笑。40分後に行けます。二の探検強い。すさむりですわ。無機質がどこまで揃うか、わら。
揃わないよな。もうこれノラ、ノラでやんないとダメか。いやノラでやっぱこういうので全部その日に終わらせないとダメだな。集まんないよなこのあと5日みたいな時になると。それか最終日だったらやる人がいるから、多分駆け込み勢が、みんな終わってるやろ、駆け込み勢が多分いるから、それに乗じるっていうのもありだね。最終日に誠です、誠です、よっしゃい。いや紙ベルト欲しいじゃんやっぱ。金で4000円やればなんでな、全部金じゃねえか、やだよ。ね、東京ゲームショーでさ語るのかな、次のバージョンアップだけど。邪神の宮殿4国に挑みますとかさ17日やるみたいだけどさ、4国さ別にカード適当でも勝てるじゃん。え、金くれたら行くよ、人に2000万ついて受けます。いやカード適当で勝てるじゃん、だって4国なんて。それやんの、行きたいけどパソコンでかばい中で歩いてる。アビー誰とく、え、ただそれやるだけなの。そんなわけないよね。いやー多分そんなわけないよな、これだけで終わらないでしょさすがに。でも短い、1時間しかない。短くね、1時間15分しかないんだけど、あれ本当にそれだけな気がしてきた。誰が喜ぶんだそんな放送、これみんな見に行きますかって聞くけど、いやなんかみんなこれさ、みんなさお前東京ゲームショー行かないのって言うけどさ、行かないよねこれ、この1時間見るためだけに行かないよ。1時間ずっと4国するの、わら、こっち金終わり、交通費もらっても行きたくない。しかめ多分最初ちょっとだけ4国やって仕方ないな、じゃあ情報出しましょうだよ。テレビを見るときは部屋明るくして離れてみてねって知ってる？ PV は出すんじゃないかな。 PV？ あ、今年も夏が来た。鉄腕ダッシュ派だったからな。こっち亀、こっち亀、こっち亀あんま見たことない。200巻も書くのすごいよね。吉宗の顔画像持ってるわ。吉宗の顔画像持ってるわ。あ、そうですか。でっていう登録キャンペーン、スクウェアエニックスアカウント登録キャンペーン、メールアドレスの登録でプレゼント。え、何これ、メールアドレスか。どういうことこれ、メールアドレスもう登録してんじゃないの。俺これ勝手にもらえるのこれ。え、これ勝手にもらえる LK、 俺パソコンでやってるんだけど。パソコンでやってる人は登録してる、強気は登録してない場合もあるからってこと。そうだよ、登録済みならほっとけいいんじゃね。イエーイ、もらえるプレゼンチケット。登録済みは勝手に送ってくるんじゃない、再来週のジャンプ行きで続出しそう。パソコン勢はな、再来週のジャンプ何が、あ、そうか、こち亀か。これみんなやってる？そういえばこれ、これみんなやってる？予言者育成学園、これみんなやってんの？このゲーム藤沢さんのゲームだけど、やってる、これみんなやってるんだ。やってない、やってないかも、わら。フォーチュンなんたらテラーズアカデミー、これみんな的にどうな、面白いこれ。
最初にちょろっとやってやめたんだけど。え、これまださ、ストーリーとかさってさ、こう毎週更新されてんの？ストーリーってまだ更新中なの？これなんかストーリーを進めるみたいなモードあるじゃん。これアンインストールしちゃった。レイドやってるよ。レイド戦やってんの？ストーリーってか小説ね。今は電話だけ更新だし。ブラブった。人がいないよね。もうこれかそりすぎだろ。こここんな写真も見送れたらいけないよな。周回性も4に行ってるし、音もついて。へえ、これ予知数で分かるね。アクティブユーザーが月曜日だぞ、わら。はあ、1万人ちょいか。やってる人数1万人ちょいだね、このゲーム。これで分かるくない？この 予知数でさ、分かるくない？で、これなんで魔人エンジャーラだったかっていうと、これ多分あれでしょ、達人クエストが魔人エンラージャーだったからでしょ、これ多分だけど。あ、やっぱ他が書いてある、ほら。え、なんでこれハテナハテナハテナになってるの？え、なんでこれさ、破壊王ベルムドじゃないの？これネタバレ。え、なんでネタバレなの？は？え、ネタバレでもなくない？え、今さら？え、なんで？あ、王様が敵になるからかな。そういうことですか。王様がさ、なんかその敵になっちゃうからっていうことですかね。簡単に言うと。名前でゴスって分かっちゃうからでしょ。いやー、そこ。じゃあ、ネルゲルとかも。まあ、ネルゲルは最初からか。へえ、そういうとこまで配慮する。結局邪神できないだわ。イットも隠されてるでしょ。あ、そうなの。イットも隠されてるんだ。終わるか放送。終わろかん。で、皆さん放送終わりますね。ということで皆さん、明日アビバーの17-18日かな、イベントをさせていただきますので、よかったら遊びに来てください。お疲れ様でした。では失礼します。終わります。やることない。今やることがあんまりないんで、はい、いや、やることいっぱいあるんですけど、ちょっとやる気にならないんで今は。はい、お疲れ様でした。